こんにちは、ゼロカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズはですね、ライカの隠れた、名スナップレンズ、ズマリットの 75mmF2.5 のモデルになっておりますね。はい、 75mm っていうと結構中途半端な画角に感じるんですけれども、これがですね意外と新鮮な、この見る人をですね引きつける力を持った画角でして、映画のワンシーンみたいなですね、画角なんですね。よくあの田舎の街の風景とかですね、街中の風景を、映画の中で見かけるんですけれども、その時にですね、見る画角に非常に近い感覚の画角なんですね。スナップで何か、街で何かですね、撮りたいと思った時も人物とかですね、あの焦点のはっきりした街中の風景というか物を撮りたいと思った時に、周りの風景とかですね、物が入り込みすぎてしまいやすい時に、この 75mm っていうの手元にあるものとかでですね、すごく映しやすいレンズなんですね。人物を撮る時にもですね、この 75mm ですので、あの 80mm、 あのポートレートレンズに近い画角でもありますので、非常に街中でポートレートで人物を浮き立たせてですね、背景をぼかしたいといった時にもですね、非常に効力を発揮するレンズでありますね。はい。でもってですね、このズマリット 75mm なんですけれども、ズマリットっていうとやっぱりですね、往年のオールドレンズのですね、ズマリット 50mmF1.5 を思い浮かべると思うんですけれども、その後にですね、ズマリットがモデルチェンジというか、新しく、35mm とか、ですね、この 75mm とか 90mm といったシリーズを出したんですけれども、その中でもですね、精度の本数のちょっと少なかった 75mm なんですね。さらにこの 75mm を、一連のシリーズをですね、モデルチェンジして F2.4 にしたですね、モデルが、その後発売されているんですけれども、そのモデルチェンジする1個前のこの 2.5 のモデルになりますね。で、お値段もですね、すごくこなれてきてますので、ぜひですね、お試しいただきたいレンズですね。F2.5 というですね、あんまり明るくはないんですよね。この控えめな開放値のレンズですので、やっぱりこの明るく撮るというよりもですね、描写の方に力を入れてるんですね。デジタルが発売された、もちろん F8 が発売された後に発売された、レンズですので、その、あんまりですね、開放値をですね、明るくっていうふうにですね、欲張らなくてもいいレンズ設計ができるようになってきたんですよね。ということでですね、このレンズの明るい F 値よりも、ちょっと描写の方にすごく力を入れた最初のレンズと言ってもいいと思いますね。ズマリット 75mmF2.5 になります。ということで、外観から見ていきたいと思います。外観はですね、ご覧の通り、まあ見た目すごく大事に使われていたというか、ほぼあまり使われなかったような感じで、ですね、目につくような擦れ当たり、へこみとかですね、そういった瑕疵は全く見当たらないと思っていいと思います。はい、どっかに落として歪んだりとかですね、強くぶつけたり擦ったりしたような跡もないですね。マウント部分も綺麗で6ビット付きですね。はい、F8 以降 の、 あのデジカメで、レンズを自動で認識してくれるこの6ビット付いたんですね。はい、はい、レンズもですね、前玉後玉ともにですね、擦り傷ひっかき傷、コーティングの剥離山も、中玉にも曇りカビバルサム切れ、ホコリ中の混入も全く見られませんので、光学的には何の心配もないオリジナル描写を保証できるクリアな状態ですね。絞りの状態も軽くてスムーズで、油の乗り、羽の痛みもないですね。ピントのヘリコイドもいっぱいまでですね。一定のトルクで滑らかに動いております。はい。付属品がリアキャップとフロントキャップで、ですね、ポーチがついております。はい。マニュアルですね。これが、英語ドイツ語バージョンですかね。はい。がついております。それと、こちらの元箱ですね。はい。ズマリット 75mmF2.5 の箱がついてますね。このシルバーの箱ですけれども、全然痛みもなくですね、丈夫なままの状態です。シリアルも一致しております。
はい、ということでですね、ライカの隠れた名レンズ、スナップレンズになりますね。ライカの隠れた名スナップレンズと言っていいと思います。僕もですね、非常にこの同じレンズを持ってましてですね、結構重宝して使ってますね。僕が撮った試写の画像がありますので、一緒にアップしておきますので、ぜひ参考にしていただけましたらと思います。ということで、ライカーズマリット 75mm の F2.5 です。大変いい状態の個体になりますので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。